チャチンコと浅野千秋です。今日はね、私がね、よくね、ちょっと夜にお腹空いちゃったなーって時に食べるユッケなんですけど、まあ、お菓子を食べようかな、でもな、お菓子だとちょっとなってなる時に、鶏胸肉だったらいいかなって思えるような料理があるので、今日は皆様にそれを紹介していきたいと思います。まずね、鶏胸肉の皮の部分は使いません。まあね、皮もね、別にね、美味しいから食べてもいいんだけど、夜食なんで、できるだけね、カロリーはなくしたいなって。でね、食べてもいいのよ。ちょっと大きいからちょっと切ろうかな。200g ぐらい、鶏胸肉 200g ぐらいを細切りにしていきます。こんな感じ、細切り。細切りしたら耐熱容器に入れていきます。耐熱容器に入れたら、この中に酒大さじ1ぐらい、片栗粉大さじ2分の1ぐらいを入れて、もみもみします。もみもみしたら、まあこんな感じだね。片栗粉とお酒が混ざって、もんだらふんわりラップをします。私はね、600ワットがないので500ワットで4分チンします。チンしたらね、まあ、こんな感じでプルプルで火が通ってる状態なので、このままラップをしたまま粗熱を取ります。はい、なんとなく粗熱が取れたら、ちょっと混ぜてね、固まってるかもしれないから崩していきます。で、この時に、あ、まだ生かもしれないってなったら、またちょっとプラスでチンしてみてください、ね、このままでもね、結構ね、胸肉なのにプルプルになって美味しいんだけど、ここでちょっとね、味をつけていきます。ユッケなんでね、砂糖小さじ1、このぐらいかな。酢大さじ1/2、醤油大さじ1、コチュジャン大さじ1、おろしにんにく、まあ、小さじ1/2、1/3ぐらい、まあ、お好みですね。私はちょっと多めで、材料全部入れたら混ぜます。で、私はちょっとだけね、辛いのが苦手なので、コチュジャンは少なめにしているので、もっと赤くなるかもしれない。混ぜました。もう本当はね、私このまま食べちゃってもいいんだけどお皿に盛っていきます。卵の黄身を真ん中にのせます。うまく割れなかったあ、ちょっと割れちゃった、割れちゃったよで、白ごま、と小ネギ、
卵が割れちゃったよ、やだ。鶏胸肉のユッケ完成です。本当はねここにね黄身が縫っていてほしいんだけど割れちゃったからこうですぜひね皆様も作って美味しかったよってコメントをお待ちしております。今日はね鶏胸肉のユッケの作り方の動画を最後まで見ていただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。グッバイ。